始めていいですか。はい、どうぞ。はい、じゃあ始めます。さて始めます。KMT-T と言います。発表前、LT なんで、ここは変だよ、ダルビン書かせます。ちょっとここら辺の、ここの会場の人、若い人が多いんで、ここは変だよ、日本人も知らないというんじゃないかと思うんですけど、まあ、とにかくクリーンでやっていきます。自己紹介です。あれ、なんかこれ上切れてる。解像度下げてもダメですか。解像度下げる。何分になりますか。720p って言ったりする。720p ぐらいです。600はない。ここになるんですよ。自己紹介です。ハンドルネームは KMT-T か、ツイッターのは KMT-T になっています。仕事の方は 4K のアプリケーションエンジニアです。ですね、2年ぐらい前まではずっと組み込みの仕事をやってました。でもこれはまだ今組み込みの時代です。得意分野としてはですね、まあ、2D、3D の場合はそれとファイルシステムとカスタムマシンと C++、C#あたりが仕事やってる内容、仕事っていうか、仕事やってた内容ですね。はい。まあ、今日はこんなところから来ました。遠路はるばる、鳥取県鳥取市から、石川まで、金沢まで来ました。ちなみにですね、金沢から、大阪までよりも、鳥取から大阪までのはるかに近いという。で交通の便的には鳥取は、金沢に負けてないと思うんですけど、実際来てみると鳥取と石川県じゃちょっと比べ物にならないぐらいとかなんで、僕的には悲しいです、はい。とりあえず多いんで特急日本に乗り換えなんでめっちゃ移動しんどかったです。鳥取県と島根県の人はお互い仲が悪いんで、鳥取県と島根県右と左で間違えるとめっちゃ怒られるんで気をつけてください。ですね、ちょっとここへ告知なんですけど、ちょっと宣伝なんですけど、ですね、2014年の7月から8月、つまり今月から来月あたりに本出します。で本出す内容としては、アンドロイドのダルビックはそばしの解説本です。で解説本というのは何なのかといったら実装の本ですね、はい。で出版社は立ち入り出版会で、表紙は、イラストを上手い人に頼んで萌えな感じにしてもらいました。なんで萌えな感じかっていうと、僕のライバルはラズベリーパイの本と ANVM の立ち入り出版会ライバルなんで、表紙で負けちゃいけないと思って頑張って、これ
結構ね、頼むのにお金かかったんですよ、結構。お願いします。作ってもらいました。でですね、ちょっと、このダイナミック仮想マシンの本なんですけど、ちょっとだけ褒めてほしいところがあってですね、本の執筆は2012年12月なんで、19月間ずっと本書き続けてたっていうのがあって、かなり頑張りました。で最初書き始めた時は、すごくそんなに難しい本書くつもりなかったんで、まあ半年ぐらいで書き終わるだろうと思った。実際やってみると思ったよりかなり難しくて、まあ、大変でした。ということで皆さん褒めてください。はい、でここでビッグニュースです。ダルビックマスやっぱり数ですね、つい先日ですね、Android の AOSP っていうソースコードのリポジトリのマスターブランチからダルビック仮想マシンなくなりました。お疲れ様でした。で僕がダルビックの仮想マシンの本書いてる人何人か知ってる人がいたんで、なんか相手の意を表していただきました。でこの流れっていうのは何なのかっていうと、昔こういうのありましたよね。Google ウェイクダウンタウンの本を書いた人が本を出そうとした時に亡くなったという伝説の Google ウェイク追悼会です。なので僕もそれに習って僕は我々をやるどんぐらい始めたばかりだかなということで、このダビックとか登り切ります。頑張りますね。もう終わってんですけど。でですね、ダルビック仮想マシンなくなった後、アンドロイドどうなるのかっていうと、ART っていう新しい団体が入ったんで、まあ、流れ的にここで ART の本書かずにくさばってしまったら成仏できないと思ってるんで、とりあえず続きの本書きます。まあ、2、3日この話聞いて死んでたんですけど、まあ、それは置いておいて。でですね、まあ、今日のライトニングトークの本題なんですけど、まあ、要するに僕は Google に恨みがあると。で、まあ、恨みがあるんですけど、その恨みを思いっきりぶつけるために、ダルビック仮想マシンをディスります。まず最初にですね、ダルビック仮想マシンの変なところ、我々アロケーターっていうのがあります。ダルビック仮想マシンの変なところって主に実装の話なんですけど、ダルビック仮想マシンにはですね、クラスローダー専用のリアロケーターというアロケーターがあります。ですね、まずリアロケーターとどういうアロケーターかっていうとですね、まず、最初に M1 アップで16メガ、ヒープ領域を確保して、でヒープ領域の先頭から順に、メモリチャンクを割り当てていくっていう仕組みになってるんですけど、基本的には、クラスローダー用のアロケーターでですね、まあ、V テーブルだとかクラスのフィールド情報とかメソッド情報、要するに、クラスローダーで使うメタ情報のメモリアロケーションはこのリニアアロケーターでやります。じゃあ、キーブロックで先頭からメモリを確保していくとですね、まあ、断片化するんですけど、これについてはですね、実はですね、ダルビック仮想マシンでは一度クラスローズしたクラスは二度とアンローズされないという仕様があってですね、なんとその前提を置くならばアロケーションの拘束であるということらしいです。けどそんなことのために、話を戻ると、たかだかクラスローダーの V テーブルだとかクラスフィールド情報とかメソッド情報なんかをアロケートするためにこんなアロケーターがあるのかっていう、補足なんですけど、まあ、一般的に C 言語ではオレオレアロケーターを書くっていうのは一般的には重罪です。やめてください、グーグルさん、コードが読みにくくなります。で気を取り直して、でダルビック仮想マシンの変なところはその2です。オレオレコンテナっていうのがあります。でダルビック仮想マシンのソースコードは C++ なんですけど、
SDL の、コンテナ使わずにですね、なんかいろいろわけのわかんないコンテナがいっぱいあってですね、まずポインターセットっていうのがあって、アドレス順でソースされたポインターの配列があってですね、なぜアドレス順にソースされてるかっていうと、二分検索できるからっていう理由で、ポインターを、ソース順で、配列で保存するっていう仕組みがあります。これ、オレオレコンテナです。はい、であと、リファレンステーブルだとか、リアリティとリファレンステーブルっていうのがあってですね、ここら辺は、GC で、VM 内部で使ってたりとか、JN 内部で使ってるオブジェクトが GC で破棄されないように、GC から保護するための、まあ、技術的に言えば、GC ルートって言われるところに扱われるんで、GC で、ここで保存されているオブジェクトのインスタンスは削除されませんっていうやつです。これもただの配列なんですけど、オレオレコンテナです。で、まあ、オレオレコンテナ、まあ、オレオレコンテナ作る人は、まあ、大抵ハッシュテーブル作ってると思うんですけど、これはいつものやつです。あと、ビットベクターという、1ビットのフラグの配列があります。グローエブルリストっていうのも、これも可変調配列です。これ、はい、一番下はリストポートですね、とりあえず。まあ、オレオレコンテナの使い方なんですけど、テンプレートなんて、C プラプラのテンプレートなんて使ってないので、毎回当然キャストです。まあ、ここでも補足なんですけど、一般的には C プラプラでオレオレコンテナは重罪です。ちゃんと STL 使いましょう。っていうのがあるんですけど、まあ、これには理由があってですね、Google の、あの、読まれたことのある方結構いると思うんですけど、Google のコード規約ではですね、例外が使えないっていうのがあって、例外が使えないっていうのがあって、これが Google の C プラプラのコーディング規約なんですけど、まあ、これ古いタイプなんで、今新しい内容的に古いよって話が。あるんですけど、これ例外のところを見ると、例外のところを見るとね、C プラプラの例外を使ってはいけませんって書いてあるんですよ。まあ、これ見ると、まあ、例外を使うと使う、例外が使われることを想定するコードで問題になるから使わないでくれるみたいなことがあって、まあ、なんか知らないけど例外は禁止されていると。されてると、まあ、STL、C プラプラ標準のテンプレートのライブラリである STL は例外使うんで、例外禁止っていうルールでいくと、使えなくなってしまうというのがあって、まあ、仕方がないから、STL 使えないから、独自の、コンテナを作ろうって言っていて、まあ、実際問題、最初期の Android のツールチェーンはデフォルトでは、例外オフで、SDL なしでした。まあ、コーディング規約で決まってるから仕方がないですよ。そうですよね。そうですよね。そうですよね。なんか、はい。まあ、次のちょっと変なところ。ダルビックパスマシンの変なところさんです。謎の巨大物体。ですね、ダルビックパスマシンには恐ろしいファイル名のファイルがあってですね、グローバルズ.h というすごい名前のファイルがあってですね、
これはですね、なんかソブライムテキストで開くとですね、何が起こるかっていうと、この右にあるこのずらーっと並んでるやつ、全部一つグローバル変数です。このグローバルズ .h っていうのは、中身見ていくと、各モジュール のファイルの中で使うような変数なんかもいっぱいあってですね、これ外部リンクにする必要あるのっていうのがあってですね、まあ、このヘッダーファイルはですね、すべてのダブリック仮想マシンの CPP ファイルでインクルードされてます。恐ろしい。まあ、ここで、情報処理試験の問題出てくるような、おさらいです。モジュール結合度、下の方が、モジュール結合度が低くて、一番上の方が、モジュール結合度が強いと言われています。まあ、結合度は低い方がいいです。でこれでいくとですね、まあ、ここの uGlobals.h Globals.h というのは共通結合に当たると。お、レベル高いじゃないですか。ということになっています。でですね、このグローバル変数を、これのグローバル変数をよく見てみるとですね、なんかこんなものが見えた、なんか見えたような気がしますね。で拡大してみると使えないはずの STL を使っているというなんじゃいなっていう。ということで、とりあえずご清聴ありがとうございました。気が向いたら本になってください。では新しい団体の ART では全部守ってるんで、とりあえず Google の人も罪を感じてるのは事実らしい。ということで発表終わりです。どなたか質問ある方はいらっしゃいますか。はい、ないみたいです。ありがとうございます。次は、ダルビック本って、人出版会からやったって話だったんですけど、電子書籍も出るんですか。いや、電子書籍しか出ない。あ、しか出ない。うん、さすがにこんな終わった本出してくれる優しいところもあったんで、初出版会しかないんで、とりあえず、本、もしも興味がある方は本買われて、で上から目線の読書感想文を送ってもらえると作者が喜ぶんで、お願いします。